皆様こんにちは、こんばんは、ブリロ鈴木でございます。風のクロノはドアトゥーファントマイル鈴木をやっていきます。いや無茶するなって思う。なんかね、完全になんかゴールの形してますよね。あーで、こいつか。はい、こいつはこんな感じで爆発するんですよね。なのでこういう、スイッチの遠隔操作が、まあできますね。で、でしょうね、この仕掛け。してきましたね。はい、じゃあここ行ってみましょうか。ここね迷うんだよね。こことあとこっちにも行けるんで、まあ、とりあえず近場から行こうか。あ、ハートかちょっととこうかな。はいね、こいつをこいつを動かさないと上にはいけないので、また戻ります。で、あとでまた来る感じですね。ターザンしてるやつかな。このハートも今は、あー落ちる。ハートは必要なければ取るのやめようかな。危ない危ない。これ滑るんだよね。まずったタイミングが完全に。そうだな、お前。よっこしょ。あぶねぶねぶ。あー、しまった。あれ、敵湧かない敵。あー、落ちる。あー。これ、クロノはこう、こうやって、抜き替える分にはいいんだけど、一回こう走らせちゃうと滑るんだよ。こうやってね、ほらちょっと滑るんですよ。これがね、微妙なんですよね。分かった。
てても、あのついこのなんだろうな、感性が働いて滑るので、これでね結構、あそう、これで結構やられるんだよね。よいしょ、あぶない、お、よいしょ、あー怖い怖いよ怖い、あーおっと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 、危ないです、あんだよもう、よいしょ、ダメだよ、これは、よいしょ、あれ鏡の精がいるけど、僕だよね、開いたのか、そしたら、向こうに戻って鏡の手は向こうに行ったのか、あ、ばそんな感じだね、鏡の手使ってあそこの5個分の宝石と向こうの台のあれを取る感じかな、今はいいかな、あ、ばばばば、あ、ここ開いたのね、はい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 、あ、じゃあここに繋がって、あれ、いや、あの鏡の背って右側の壁の向こうだ、ほらそうだね、あれ、ということはちょっと待てよ、なんかおかしいぞ、よいしょ、ここで鏡の精を取って、速攻で向こう行かなきゃいけない感じか、ということは、あ、ちょっと待って、こいつを取って、あーもうくそ、よいしょよいしょ、これでこっから投げて当たる、はい、これで速攻で戻ってえ、間に合わないよ、いや明らかに間に合わなかったよ今、あれなんか違うな、あー卵出てきちゃった、おー、ワンナップ、前回ボロボロだったからね、あれ、いやちょっと今鏡の精の使い方が分かんなかったな、あれ、あ、こっからも持ってくればいいのか、あー、縮小バック風でやられた、紹介で、
キャラクターですよね。あれちょっとわあ卵あこっからやり直しだ。でも間に合わないよこれ。あれなんか違うな。あれつうか出てこねえぞあいつ。あれいなくなっちゃった。え、無理でしょこれ。ああ、一個取ったかもしれないけど。いや、無理だよ。なんか違うな。あ、ワンナップの卵出てこねえ。どうやって使うんだろう。あぶらぶら。性は要研究というかちょっと補修だな。鍵閉じないようじ、これ持ってた方がいい感じ。スイッチ戻っちゃうので、これはあの例のアイス時間差ですよ。これで投げてすぐさま向こうに向かう。で入ったところ、よっしゃ。はい、で、あの高さまで登らなきゃいけないんだけれども、さあどうやって登りましょうかというところなんですが、ここで必要になってくるのは、三段ジャンプですね。こうやってね、だんだんこうプレイヤーのね技術をね高めていく仕掛けというか、これはまずこいつを使って2段ジャンプします。で2段ジャンプしている間にその上にいる、敵を捕まえてさらにジャンプっていう3段ジャンプですね。こうやらないと届かないんですね。はい、やってみましょうか。
コメディキャラとかしてますけど、はい、だんだんちょっとこんな感じですね。一発でうまくいくと思いませんでしたけど、いや、なかなかね、覚えてますね。あれ、宝石取れなかった。はい、こんな感じですね。これが、この先ね、このテクニックが、このテクニックを使わないと、この先使え、ね、先進めないところが出てくるので、はい、練習しましょうね。こういう感じでね、もう本当ジャンプとジャンプボタン、ショットボタン、あと十字キーというシンプルな操作なんですけど、アクションは非常にですね、奥深いんですよ。これがね、このゲームのいいところですよね。これなんだっけ？あ、はい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 。順番がね、あ、違うな。徐々にプレイヤーをステップアップさせて いく、そういう仕掛けがね、施されていて、どん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 ね、プレイヤーのアクションがですね、アクション技術がね、上がっていくという作りが非常に素晴らしいですね。さあ、例の、足場が、ね、動くようになったので戻りましょうと。ぶっちゃけどこだったかなってすげえ初見プレイの時迷いましたね、ここね。あー、このハート取っといたんだけど意味なかったな。はい、ここですね。上のベルトコンベヤーみたいなの動き出したみたいですね。よいしょ。はい。よいしょ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 。危ねえ。よいしょ。よいしょ、うん、まだあんのかよし、危ない、ちょっと、早く戻ってきて。よいしょ。これはお先の宝石を、まあ、普通に取っていけばいい感じかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、あにゃ、あー、ワンラップがある。よいしょ。上に転がってくるのはないだろう、お前。あ、これでここに来るのか。はいはい。まだ終わんないの？あ、終わった。
ってことはボスですね。頭上からの攻撃に気をつけなさい。弱点をわざわざ教えていくスタイル。これでまたこのジャンプ台を使って危ない。もうジャンプ台嫌いなんです。はい、こういう感じですね。はいはいはい、はい、いや、分かってるんですよ。分かってるけども、このジャンプ台が苦手だということをですね、思い知ることになりますね、これ。よいしょ、あ、そう、捕まえられなかった。早く来て、早くこっち来て、中来た、あー、そう、はい、来い、こっちに。上から落っこってあれ、ジャンプだし。あれ、あー、もう自分から行かなきゃダメか、これ。そうだね、ジャンプ台の横に誘導して、この間に、あ、当たった。あ、そう、見えた。あ、なんか怒ってる。飛べなかった。当たんない。よいしょ。よし、当たった。あと一撃かな。あ、なんかまただ、でかいでかい。あー、飛べない。あ、また死んじゃう。危ない。危なかった。次また死んじゃうって。あー、当たんない。そう、これでどうだ。よーし、危ない。またあと一撃で死んじゃうとこだった。いやー、とりあえずボス戦は、まだ無敗ですね。このおばばの声、喉に負担かかりそうな声だね、これ。そしてこの世ならざる夢。闇の王ガディスと、歌姫レフィスと月の国、そしてこの世ならざる夢。みんな伝説の通りだと。
聞くテーマ。月のペンダントは月の国を呼び出す、鍵だと。はい。そこそこ聞くテーマ。太陽の神殿に、その鍵を備える祭壇があると。はい。この日本。ヒューポ聞いたことあるってあなたそれどこの知識なんだ。天空に巨大な神殿。この惑星ピポピ。はい、まあ天空の神殿なんかラピュタっぽくなってきましたね。ピクパクンちゃんワンプチチクパピクチーパチコチーチクパ。吊り下げられてるジョーカということで、なんとか、クリアいたしました。いやまあまあまあ、なんかすげえ苦労した気がしますけれども、まあ、はい。前回よりは、ミスがなかったですね。はい。ということで、次はですね、じっちゃんを助けに、風の遺跡を通って、自分の家に帰るというところですね。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。